上空からの豊岡村中心部豊岡村交流センター第一福島てっぺん公園からの眺望豊岡村は長野県最南部の下稲郡北部に位置する村長野県内としては比較的温暖な気候で冬場の降雪も少ないこうした気候を生かした果樹を呼び野菜の栽培水筒などが盛んな農業中心の村農業は従来稲作 養蚕が中心だったが、昭和40年代からリンゴ、梨、桃、一田垣といった果樹に転換された。現在では、これらの果樹や、松茸などが特産となっている。特に松茸は、全国有数の産地である。1万年以前の旧石器時代から人が住み着き、土地の利を生かした、独自の暮らしを開いてきたとされ、村内各地からは、縄文時代の土器や毒油。 古墳時代の末期などが多数出土している。村が運営するケーブルテレビ局としてとよう放送ネットワークがある。長野県の南部、飯田盆地を南流する天竜川の東岸に位置している。稲山脈最高峰の紀面山を頂点に天竜川まで西向きに貸し段丘を形成している。赤松林を有する森林面積は約75%に及び、 団急中、上段は主に果樹園と野菜畑、再下段には、豊かな水田地帯が広がる。河川は、稲山脈より源を発して7河川が団急を、横断死渓谷を作り天竜川に注いでいる。阿部川渓谷の大明神淵、堀越松竹観光への入り口豊岡村、歴史民族博物館村内に、鉄道は通っておらず、 高校生の言い出し等への通学などは、もっぱら、天竜川対岸高森町の一大駅を利用している。姉妹都市はない。ありがとうございます。